はい、こんにちは、116ウィンズです。さて、今回もマリナーズについて話していきますが、来季から本格的な勝負期を迎えるマリナーズ、その前年の今年は現時点において大成功と言えるような1年を送っていますが、ただ戦力面でこれから優勝を狙えるようなコンテンダーとなるためにはまだまだやることは山積みです。先発をもう1枚もう2枚くらいは加えたいですし、 MLB 最弱クラスの打線もどうにかしなければいけないですよね。そういうこともあって、このオフシーズンはトレード大好きディポと GM が我々をあっと驚かせるようなトレードをまとめてくることに期待したいですし、また大物選手との FA 契約という点も注目です。ただそんな補強というフェーズに入る前に、まずマリナーズは既存の選手たちを残すかどうかという判断をオフが始まってすぐに迫られることになります。一番大きいものでは菊池雄星選手との4年分のオプションを行使するか否かというものがありますが、長年チームを支えたとあるベテラン選手についても判断を迫られることになります。それがこちらのカイル・シーガーですね。シーガーは2014年のオフにマリナーズと結んだ7年総額1億ドルの大型契約が今期で満了する予定となっていますが、ただ契約には来期もう1年残すかどうかのオプションがありまして、この額が1500万ドル、オプションの行使権はチーム側にありますので、来期もシーガーを残すのか、はたまたオプションを破棄してシーガーを FA とするのか、どちらか選択する必要が生じます。シーガーは2011年の MLB デビュー以降、チームの不動のサードのレギュラーとしてずっと活躍してきて、できればキャリアの最後までマリナーズでプレーしてほしいなという思いは一人のファンとしてはありますが、ただ若かったシーガーも来年が34歳のシーズン、野球選手としてのピークは一般的には過ぎているような年齢ですし、その選手に対して1年契約とはいえ1500万ドル払う価値があるのか、その投資に見合うリターンが期待できそうか、この点はフロントも慎重に判断することとなるでしょう。残すべきかどうかという判断の上で当然重要なのが最も直近の成績、つまり今年の成績ですよね。こちらを見ていきますが、今期のシーガーは33歳にしてパワー面ではキャリアイヤーを実は迎えていまして、現地9月6日の時点で記録した33本のホームランというのはこれまでの彼のキャリアでも最多、また打点数もチームトップの93と、ランナーがいる場面では特に強さを発揮し、シーガーのキャリアでは初めてのシーズン30本100打点も射程圏内にあります。シーガーは引っ張り方向で特にパワーを発揮できる選手ですが、今季はそもそもとしてヒットや長打になりやすいとされるバレルの打球の割合も彼のキャリアで最高の 12.5% となかなかの水準を記録していまして、うまく引っ張ることができた時はかなり強い打球を打てていることになりますね。打球に占めるフライの割合が以前と比べて高くなったこともホームラン数の増加に寄与したことは間違いないでしょう。でシーガーのいいところは、ただホームランを打てるだけにとどまらず、守備もうまいという点もまた強みですよね。サードでかつてゴールドグラブ賞を受賞したこともある選手ですが、相変わらず平均以上の守備力を誇っていまして、同じく昨年ゴールドグラブ賞を受賞したショートの JP クロフォードとともに非常に安定感のある三遊間、この2人がいるところにさえ打球が飛べば、まあ大体はアウトになるでしょうという安心感すらあります。パワー面でキャリアイヤーを送っていて、また守備もうまいとなればもう1年くらい残すのに迷う必要はないと思われそうですが、ただシーガーのパワーにかかるコストもまた甚大です。パワーの代償は主に確実性の面で現れています。シーガーの今季の打率はわずか2割1分2厘、出塁率に関しても2割8分6厘程度と、もちろん30本以上打っている点は評価に値するのですが、さすがにこの打率、この出塁率の選手を中軸に据えるのは打線としても厳しいものがあるかと思います。三振のペースもキャリアでワーストに近い水準ですし、30本打っている割に OPS も7割3分6厘という点も、打撃成績はかなり寂しいと言わざるを得ないでしょう。30本打ってかつ守備も悪くないにもかかわらず、ウィンザボーリプレイスメントが2ちょうどと MLB のレギュラークラスギリギリという水準なのも、この低打率低出塁率が相当足を引っ張っているなという印象です。当然今のマリナーズであればシーガーは文句なしでレギュラーではありますが、これから本気で勝つチームを作るのであれば、今のシーガークラスの打者を中軸で使うわけにはいかないですし、ましてやそのレベルの選手に彼のオプションである1500万ドルという金額は、まあ、やっぱり少々高いなという印象も拭えません。パワーを維持しつつアベレージももう少し残せるようになればいいんですが、来季が34歳のシーズンの選手が衰えることはあっても、劇的に何か改善するということにも過度な期待を持てない点もオプション行使の足かせとなるでしょう。参考までに近年の FA 市場で契約初年度が34歳以上の内野手が年平均1500万ドル以上の契約をもらえたケースを探してみました。
直近3年間ではわずか2人、昨年オフにドジャースと再契約したジャスティン・ターナー、その前のオフにツインズと4年契約を結んだジョシュ・ドナルドソン、この2人だけなんですね。ここからも近年の市場におけるベテラン選手への扱いというところがよくわかる気がしますが、ターナーやドナルドソンクラスでないとなかなかこの年齢からこの金額をもらうことはちょっと難しいと。シーガーもまだまだ MLB のレギュラークラスの選手だとは思いますが、さすがにターナーやドナルドソンクラスの選手ではないと思いますので、そう考えるとやっぱり今のシーガーに1500万ドルという金額は高いですよね。そして後継者となる選手たちが出てきた点もシーガーがシアトルに残る上でも逆風ですね。特に7月にアストロスからエイブラハム・トロを獲得したのが編成面でもかなり大きな意味を持つと思っています。トロは今はシーガーがいる関係でセカンドをメインに守っていますが、本職はサードの選手 でセカンド守備も決して悪いとまでは言えませんが、まだまだ急増感は否めませんので、トロのセカンド起用は長期的な選択肢ではないように個人的には思ってしまいます。となると来年からはトロをサードでということになるでしょうから、シーガーにこだわる必要はあまりないのかもしれません。またうまくはないですが、タイフランスもサードを一応守ることができますので、シーガーが抜けたサードの穴を埋めるという点だけにおいては選択肢には特に困りません。去年の開幕くらいの時点であればマイナーに MLB 昇格が近い内野手がほとんどおらず、シーガーを残すべきとなっていたんですけれども、あれから1年経ってフランスとトロがマリナーズに来て、2人とも主力選手になれそうな活躍をここまで見せていますので、シーガーに払っていた、あるいは払うはずの年俸分で FA であれば例えばセカンドにマーカス・セミエンですとか、トロのセカンド起用が前提にはなりますがクリス・ブライアントを狙ってみたりですとか、まあ、その方が戦力面でのプラスは大きいのではないかとも思ったりもします。こういったことも考慮しますと、シーガーがマリナーズのユニフォームを着ている姿を見られるのも今季が最後となる可能性が高そうだなとどうしても感じてしまいますね。ということでシーガー自身、チームの現状からして彼のマリナーズ残留の線はかなり薄いようにも思いますが、ただファンとしての自分の感情としてはシーガーがもし今季限りでチームを去ることになってしまったら、やっぱりそこは複雑な思いはありますよね。2011年から大きな怪我なくずっとチームに貢献してくれた選手ということで、個人的にはやはり思い入れがありますし、彼はまだキャリアで一度もプレーオフを経験していませんが、初めてのプレーオフをマリナーズの選手として経験してほしいという感情はこれはやっぱりあります。さすがに1500万ドルでオプション行使という点は、先ほどまで話してきた点も含めますと難しいと私でも思ってしまいますが、ただオプションの半額くらいの金額で残すくらいだったらうまいこと使い道、例えば DH メインで時折サードを守るというのも悪くないでしょうし、彼のバッティングは中軸では厳しくとも下位打線であればパワー特化のバッティングはむしろ強みになりうるでしょうから、なんとかマリナーズに残る展開があればいいんですけれどもね。もちろん彼のキャリアにとってはサードのレギュラーとして打線の中軸を張れるチームを見つけられる方が望ましいでしょうから、もし退団することになっても移籍先でも彼のことは全力で応援したいと思いますが、ようやく訪れそうなマリナーズの勝負期のロースターにカイル・シーガーの名前があることをファンとしては期待したいなと思っております。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。